Thank you.
とてもありがとう。はい、ですね、私がですね、今日1曲目に歌った曲は、カバーで花に風というやつなんですけどね。カバー、これは2回目かな。で、2曲目なんですね。私の最近出したばっかりのですね、It's a whole new world というですね、私のオリジナルソングになってます。やったー、よかった。ありがとうございます。デカフェ出させてもらったときに2回に1回ぐらい歌ってる中途陽性って曲なんですけど、それはですね、おつさみになんか行かれた街はゾンビであふれるっていうのがあって、ゾンビを1匹あそこに呼び出そうと思ってつけてもらいました。そうだから黄色をさっき探して、あれ黄色あるって言ってさっき調達してきました。かわいいよ。あとでいっぱい写真撮ってあげてください。ですね、私この後の2曲はですね、めちゃめちゃ盛り上がるような曲とですね、すごいなんか重厚感あふれる歌なんかね、すごいかっこいい感じの、ね、曲を歌うんで、両方とも手拍子して盛り上がってもらえるような曲なので、ぜひ2曲とも最後まで楽しんでてください。それではお願いします。Yeah.
ね、ちょっと前までですね、年齢非公開にしてたんですけど、最近出しました。中学1年生の13歳です。13歳です。去年までランドセルを背負っておりました。ぜひね、覚えて、まあ、年は別にどっちでもいいんだけど、初めまして、実は名前だけでも覚えて帰ってもらえると、とても嬉しいです。ちょっと、もうちょっと喋らせて、もうちょっと喋らせて。でですね、あと、もう2個あって、もう2個が、でですね、今日物販来て、ごめん、ちょっとでもいいから、ちょっとでも買ってくれた人には、10人弱ぐらいかな、もう10人弱ぐらいだけなんですけど、何かしらをちょっとあげようと思ってるので、よかったら、迎えに来てくれると嬉しいです。あと、カツオを皆さん食べましょう。いっぱい食べましょう。いっぱい食べましょう。私もね、さっき食べて、え、おいしいってなったんで、持ってきてくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。食べたい。というお話でした。はい、それではですね、私のステージはこの辺にしておこうと思います。それでは